番組で10の質問を用意しましたので、うん、まずはこちらからお答えいただきたいと思います。でこの答えに従ってトークを展開していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それではイエスかノーでお答えください。日本放送やフジテレビの番組内容に口を出す？あのね、そういう質問やめてください。正直言って困ります。マスカで言うとそれは答えられないということですか？もちろんです。でもこういう段階ではございません。こういう質問されるんだったら私帰りますよ。いいですか？それでも、はい、続いてまいります。でも騎士団の番組は多くなるかもしれない？本当くだらない質問やめてください。ライブドアと提携したテレビ局は視聴率も上がる？あのね、もうそういうレベルの話ではないんですよ。日本放送の社名にライブドアの文字を入れたい？本当にくだらない質問ですね。続いてまいります。どうかともかくとくだらないです。バスカでお答えいただけます。日本放送株過半数は絶対獲得する？あのね、市場で買うっていうことはそんなの絶対とか絶対とかじゃないとかっていうふうに言えないんですよ。リーマンがライブドアの筆頭株主になる可能性がある？あのね、それもちゃんと調べていただければわかると思うんですけれども、リーマンっていうのは証券会社なんですよ。投資銀行なんですよ。ね、わかりますか？だから彼らはそのある特定の証券会社、金融グループでない事業会社を傘下に収めることは彼らにとっては商売にならないんですよ。それはわかります、うん、でこういう質問をされるのがおかしいって言ってるんですよ。まあ、必ずしもそうじゃないと思うのはね、リーマンがとりあえずライブドアの株を持つじゃないですか。その後それは基本的には売るんですよ、ええ、市場で売っていく形でやられてるんです、まあ、それちょっと当たり、これ非常にくだらない質問です、はい、あの視聴者に誤解を与えますから、はい、本当にやめてください。詳しくお話しします。では続いての質問です。そういうことを言われるの、最近食欲が減った、うん、最近食欲は減りましたか？減るわけないじゃないですか。全然変わらず、はい、フジテレビ株を買いますつもりだ？あ、そうね、なんでフジテレビ株の話を今しなきゃいけないんですか、ここで。そのおつもりはノーコメントです。村上ファンドはフジテレビではなくライブドアに売るだろう？わかりません。彼らは言ってるのは高い値段で売りたいというふうに言われてるだけです。だし我々は村上ファンドではないので村上さんの意向は本当のところわかりません、はい、ライブドア以外にも放送局買収を考えているベンチャーを知っている？そんなの知ってるわけないじゃないですか、うん、はい、ということで、まあ、10の質問を答えていただいたわけなんですけど、はっきりお答えいただいたのは食欲が減っていないということぐらいですけれども、これだけまあ騒ぎ渦中の人になってますけれども、うん、特に精神状態に何の変化もないですか？はい、ないです。うん、で先ほど、まあ、フジテレビ株に関して特におっしゃいませんでしたけれども、今のところは 1% くらい持ってません。そんなに、それもガセネタです。あ、そうです、新聞社が嘘を言ってます、あ、じゃあ実際のところはどのくらいなんですか？で我々は一言も何も言ってません、うん、実際のところいくら持ってるかも言えません、うんうん、それは言えないというものなんでしょうか？いや別におっしゃるかおっしゃらないかご自由だと思いますけど。そうです、うん、自由ですから言う必要もないし、うん、基本的には 5% 以上取得しなければ、うん、我々に開示義務はございませんから、うん、言う必要もないですし、うん、我々は 1% 保有してるなんてことはどこにも言ったことがありません。だから現時点では一人歩きしてます。ラグドアが富士の株を 5% 以上持ってないのは事実だし、以下だから言う必要はないってことですね。だし 1% 持ってるなんてことはどこにも言ったことがないのに、うん、嘘を書かれてます。うん、じゃあ今の段階でそれのでそれをこういう、うん、その皆さんが見られるような公共の電波で、うん、あたかも本当のようにおっしゃるのはどうかと思います、うん、いやそれは丸か×かそのなんていうか、いや丸か×かではなくて、こういったところで 1% の話をすること自体が良くないと思います、うん、それは視聴者に誤解を与えてしまうと思います。ノーコメントでいいと思います、うん、いやノーコメントとかいう以前にそういうことを話すること自体が非常に公共性を損なう行為だと思います、はい、で堀江さんはですね、まあ、これまでにも会見などでそのインターネットとテレビの融合ということを何度もまあおっしゃってはいるんですけれども、具体的にじゃどういう、はい